はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストのシンガーソングライターの竹下達です。本日のサウンドチェックはこちら、ズーム社提供ズーム G2I の24番のプロジェクトですね。 BS リフです。奏でていきましょう。使用するギターは、日本が世界に誇る東海製セミアコースティックギターです。ギターを手にしたら6弦3フレットからスケール練習です。ゆっくりと丁寧に奏でましょう。中指で押さえます。スケール練習に進んでみましょう。6弦から1弦まで全て使うので達成感があるはずです。次に基本的なバッキングパターン、Em-D-C-E の循環コードをクソ真面目に練習しましょう。なぜならこれをよく使うからです。 次にフレーズを奏でてみましょう。ここでアッシェイカーのモアという楽曲をね、学んでいきましょう。日本の楽器を忘れ、非常に美しいフレーズです。一弦にアクセントを持ってくるとより美しく聞こえるはずです。次にギターソロを奏でたくなるでしょう。徐々に学んでいきましょう。ここではファイナルカウントダウンという楽曲を学んでいきましょう。スケール練習みたいなものです。次に非常に重要な話をしましょう。それはギターを奏でる際に弦と指が離れている時間、これを極力短くしましょう。バタバタとした動きはみっともないので、コンパクトで、なるべく動きの小さい、ピッキング、そしてフィンガリングを目指しましょう。課題曲はイングエマルムステイ広島ナムールです。
現在私は横浜にございます。シアミュージック横浜、ここでエレキギターとアコースティックギターの講師をさせていただいてます。シアミュージック横浜校ではボーカル、そしてドラム、そしてベース、そしてピアノ、そして話し方、そして DTM、 全ての講師はねその3つのスペシャリストです。間違いありません。シアミュージックまでね電話にてお電話いただくなり、メールフォームでね送るなりしてください。私の方はですね、ちょっともうスケジュールの方いっぱいいっぱいでございますので、新規の生徒さんに関しては、あまりっていう状況でございます。それではスタジオにください。とかリタイスのシンガーソングライターの竹下敦也を送ってもらった。シャーミュージック横浜校でお会いできることを楽しみにしております。